はいどうも皆さんこんにちは、渡辺です。今日はですね、ヘアオイルをつけすぎた時の対処方法だったりとか応急処置方法のご紹介をしていきます。例えばヘアオイル、スタイリングだったりとかってつけられる方結構多いかなと思うんですけど、特に前髪とかをねつけた時にベタベタってなってどうしようってなった時って結構ないですか？それの対処方法だったりとかね、応急処置方法を今日はご紹介します。すぐ実践できる方法になりますので、ぜひ皆さん参考にしてみてください。はい、それでは早速ご紹介していきます。一つ目の対処方法は濡れタオル、拭き取ってからドライヤーをしていきます。まずね、タオルをねお湯で濡らしてしっかりと固く絞っていきます。もうこんな感じで、ヘアオイルだったりとかは拭きすぎた部分ですねを軽くね押さえていく、こういう風な感じでね、ちょっとずつお湯を取っていくようなイメージですね。でこの時になるべく優しくやってあげてください。髪がね少しその状態で濡れていきますので、このままドライヤーで乾かしていくと、こうすると結構ねベタベタが軽減されます。ちなみに濡れタオルじゃなくてもノンアルコールのウェットティッシュでも OK です。次2つ目はヘアブラシでブラッシングをしていきます。ブタ毛だったりとか除毛がベストです。このねヘアブラシのブタ毛だったりとかね除毛のやつを使ってブラッシングをする、つきすぎた箇所ってもあるかなと思うので、その部分をねこう溶かすポイントで、全体的にこう馴染ましていく効果があります。なのでこういったブラシを使うのもおすすめです。3つ目のね対処方法としてはベビーパウダーを使います。こうヘアオイルつけすぎたところにねちょっとつけて、で馴染ませていくと、そうするとね結構サラサラになります。なんですけど注意点で言うとドバッと出やすい可能性があります。いっぱいつきすぎるとね白っぽくなってしまうので、できれば少量ずつ少しずつポンポンポンとしながらつけて、コーミングだったりとか馴染ませてあげると結構変わります。最後ね、4つ目の対処方法はヘアアレンジでごまかす。前髪とかにねこうつけすぎたっていう方に関しては、さっきのねウェットティッシュだったりとか、あとはタオルで取り除くのがベストなんですけど、他の部分に関してはね、ヘアアレンジである程度ボケるというかごまかすことができます。特にねお団子だったりとか、あとはね編み込み、三つ編み、そんな感じのねヘアアレンジだと逆にいい感じに見えやすかったりもします。できれば後ろだったりとかはヘアアレンジでごまかすようにしてください。ここまではベタついた時の対処方法だったりとかをご紹介したんですけど、その前の予防法も簡単にご紹介します。まず一つ目はつける順番です。いきなりね表面にドバッとつけてる方って結構いませんか？これ結構ベタつきやすいです。なのでオイルを取ったらなるべく毛先の部分、一番乾燥しているところから徐々につけていきます。正しい順番は毛先、髪の毛の内側の部分、中間の部分で最後に表面をつけて、この順番でやるとベタつきづらいです。2つ目なんですけど、少量ずつ少しずつつけるって感じです。いきなりね大量に出してつけてしまうとね、それはやっぱりベタつきやすい原因になりますので、少しずつねちょっとずつこう毛先からなじましていくような感じでつけるようにしてください。最後ね、できればベタつきづらいオイルを使うようにしてください。なかなかねこの辺の部分で基準って結構難しいかなと思うんですけど、買われる時にねこれはちょっと軽めだったりとか、ちょっとこれ重めだったりとかでね、オイルとか変えてることも結構多いかなと思いますので、できればね少し軽めのオイルから使っていくと、そんなにベタつく方っていらっしゃらないかなと思いますので、ベタつきやすいっていう方に関してはちょっと軽めのオイルを選ぶようにしてみてください。ということで今日はねベタついた時のね対処方法と予防方法についてご紹介させていただきました。オイルでねこういったトラブルでね僕もお客様でも結構聞きますので、どうしようとかいつも失敗するっていう方はぜひこの方法で試してみてください。はい、今日も最後までご視聴いただいてありがとうございました。今後もね、皆さんが綺麗で可愛くなれるような情報を作っていきますので、今後ともよろしくお願いします。この動画が良かったら、グッドボタンとチャンネル登録とコメントもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。